当たらんのがさっきの。中ですよ。悪いわ。OK。はーい。恐怖くれ。OK。あ、僕守りに行く。ど真ん中、ど真ん中。なんやこいつ。なんや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 、どうしたどうした。ここやで、ここやで俺。ここや。わあ、ダッセー俺。ダッセー。一人しかおらん。工場か。足跡見つけたわ。なんとか。恐怖！スタンしてる、スタンしてる。間に合う間に合う。ありがとうだって。うん。オッケー。退避。これ遠く行けるやろ。銃並みのスタンあったんちゃうか。行くで。はい。まっすぐじゃ無理やって。まっすぐじゃ無理。いたぐるしてくれ、いたぐる。ダッシュ使おうか。ホバークラフトするよこいつ。ホバークラフト。もうボール押してもない、ボール押してもない、マジで。作ろうこれ。おお。まあ、いや、ここやくわじゃ。
よしよしよし、ボール押しむなよマジで。即死よりマシやから。ウィンドトゥザヘイ、ウィンドトゥザヘイだよ。もうまたがねえなこいつ。来た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 、やらしてくれ。おウィン、ウィン、ウィンドトゥザヘイ。諦めたかもしれんこれ。どうも皆さんこんにちは、旦那様コケ村ですね。やっていきましょう。はい、もうすぐさまにこの船に行く。今日こっちやから。魔像反動か、なんかと思ったわあのデバフ。いやあのあれ開いてるときにバフデバフの説明ね、開いてるときに方向転換できなくてさ、ちょっと焦ったわ。無言になっちゃった。呪術師使うの久しぶりやな俺。やべ見てなかった今。証拠者提携面打ったけど、これはあの11の方ですね。解読11の方と11の方と11の奥ですね。2台やってます。これも11の方ですね。3人とも固まってますねこれ、いや真ん中らへんかな、方角同じぐらいやるもんね。みんなもね解読してるときに定型文のね方向を意識してみてください。まあもうみんなやってると思いますが、暗号機の引き継ぎがねマジで大事だから。試合終わった後にさ、11の方やね、寸止め完了、解読集中した弱派は真ん中か11らへん、これ奥ですよね、ね、めっちゃくちゃ奥、さっき言ったでしょ、11かそのめっちゃ奥、はい。さっきなんて言ったか俺も忘れたわ。まあとりあえず解読しますか。奥に、板割りしてるエフェクト見えたと。11でチェイスですね。解読早いな呪術師、まあ、解読デバフないからな。あど真ん中ですね傭兵、ほら俺なんて言いました、あれ傭兵かわからんけど、なんて言いました俺。まあ十分持った方でしょ。固まってたからね、チェイスルートに他のサバイバーがいてね、解読妨害されて、だから今暗号機こんな状態になってる。予測できるわけですよ俺。これ終わればまあ一番奥に行って、まあ調光師か誰かのやり残しをやります。本来ならもう一台上がるはず。傭兵球場行くんで占い師がどっかで解読してるはず。あ先行くよ、小屋方面ですね。オッケー、俺はすぐ手前のあれ解読するか。もう残り1台じゃん、しかも傭兵無傷球場やの。奥行こっか、調光師とか誰かのやり残しあるはず。これは違うよね。奥行こう奥行こうと思ったらここ倒れてたんや。全然見てなかった。食らうわ食らうわ死ぬわ。さっき行くやってね、あの奥でしょ、だそれが分かれば引き継ぎね無駄なくできるからね。まあハンターが守ってきたらまた話変わるけど、これシュガー移動の可能性ありますね。で近づいて耳鳴りさせてシュガー移動行かせない。まあ傭兵も来てる。で一応補助としては俺はおっとく。あ死ぬわ、死ぬパターンですねこれ普通に。
ある。もう一丁サル。サルゴリラ一般人双剣美茶。あー釣らない。瞬間移動。はい離れます。はいゲート開けに行きます。まあタコとかね補助は行った方がいいよね。今見たようにね傭兵でもミスるから。えい、こう回復してあげてもいいんやけどね。普通はねこう張って出させる。はい出ろ。揃ってるね。オッケー。はいナイス。まあ動きの引き継ぎ意識やな。おつ。